皆さんこんにちは。唯一天下を取った女芸人とも言われているタレントの山田邦子さん、人気がピークの時は好感度ランキング1位の常連であるなど、テレビで見ない日はないほどでした。しかし最近はさすがに全盛期ほどの露出はありません。これは本人が公表している乳がんに関係あるのでしょうか。それでは今回は山田邦子さんの略奪婚や娘の自殺未遂、乳がんなどについて紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。ではまずは略奪婚について触れていきたいと思います。山田邦子さんは2000年1月に後藤志郎さんと結婚しています。結婚当時の山田邦子さんは39歳だったそうです。後藤志郎さんは山田邦子さんの9歳年上で、そしてテレビ番組制作会社ゴッツダイナミックワールドの社長でした。ゴッツダイナミックワールドは現在も朝の情報番組からバラエティまで人気番組をいくつも制作している有名な制作会社です。主な番組は爆報ザ・フライデー、中居正広の金曜日のスマイルたちへ、カウントダウン TV、 朝ちゃん、昼帯、モーニングサテライトなどがあります。しかし結婚にあたっては山田邦子さんの父親が猛反対したそうです。山田邦子さんの父親は山田邦子さんをえらく可愛がって育てたそうで、門限5時で外泊も禁止など厳しく育てられたのだそう。猛反対をしていましたが、山田邦子さんが結婚する2年前の1998年にお父様は亡くなられてしまったそうです。当時は結婚に反対だったお父様ですが、現在の山田邦子さんの様子を見れば安心されるのではないでしょうか。また山田邦子さんは後藤志郎さんと出会われるまでひょうきん族のメンバーと結婚するものと思っていたのだそうです。特に渡辺正行さんとは仲が良く、誰が一番リアルと聞かれると、鍋ちゃんかなと渡辺正行さんの名前を挙げ、リーダーが家のレベルが似てたというか、ほんと赤信号ってちょっと汚れっていうか、旅行に行ったりスキーに行ったりとっても仲良かったんで、鍋ちゃんと結婚すんだなって思ってた、青春でしたねと懐かしそうに明かしており、かなり結婚を意識していた様子がうかがえます。山田邦子さんが後藤志郎さんと結婚されていなかったら渡辺正行さんと夫婦になっていたのかもしれませんね。そこで気になる山田邦子さんと後藤志郎さんの出会い慣れ初めは何なのでしょうか。具体的な情報は出てきませんでしたが、芸人と番組制作会社の社長なので関わることはあったでしょう。山田邦子さんは全盛期は超売れっ子だったそうなので、かなりのテレビ関係者と面識があったはずですよね。そんな中で後藤志郎さんと出会い熱愛報道がされます。しかし最初は熱愛というより不倫報道でした。1995年12月山田邦子さんは既婚者の後藤志郎さんとの不倫関係がスキャンダルになったんですね。当時後藤志郎さんには妻と娘がおり、山田邦子さんとは不倫からの始まりだったようです。またスキャンダル当時、山田邦子さんは取材に来た芸能レポーターの井上公造さんに対し、お前モテないだろう、バカじゃないのと暴言を吐いたことも大きな話題になったようです。またネット上では後藤志郎さんの前妻は不倫のショックで自殺をしてしまったなどの情報もありますが、こちらの真偽は不明です。スキャンダルと暴言で好感度が急落した後、山田邦子さんはテレビから干されてしまったのか、出演がほとんどなくなってしまったようです。後に山田邦子さんと後藤志郎さんは同棲し結婚、お二人の馴れ初めはかなりネガティブな内容でしたが、その後結婚し現在まで続いているということは、生半可なお付き合いではなかったのでしょうね。そんな山田邦子さんと後藤志郎さんの間にはお子さんはいらっしゃいません。お二人がお子さんを設けていない理由はいくつか想像できますよね。まず山田邦子さんは結婚の時点で39歳で晩婚です。その時にお子さんは諦めていたのかもしれません。そして後藤志郎さんには前妻との間に2人の娘がいたそうです。前妻との子供についての詳しいことは不明ですが、
山田邦子さんと後藤志郎さんの結婚式当日に手首を切って自殺未遂をしたそうです。一命は取り留めています。思春期直前の頃から父親が不倫しており、母親を捨てて再婚したとなればショックは大きいでしょう。そんな自殺未遂を起こした娘は2000年当時高校生とのことで、現在は40歳くらいだと思われます。その背景もあったため、子供を作る気にはなれなかったのかもしれませんね。また結婚後の時期は山田邦子さんも後藤志郎さんも多忙でしょうから、子育ての余裕などが取れなかったのかもしれません。最後に乳がんについてです。山田邦子さんは2007年に出演したテレビ朝日のたけしの本当は怖い家庭の医学、現在の名医とつながるたけしの家庭の医学で自分でする乳がんのチェック法を行い、その時に違和感を感じ、その後検診をしたところ乳がんと診断されました。テレビ番組がきっかけと言いますから、本人はいきなりのことで驚いたでしょうね。今は自分で乳がんのチェックが簡単にできますが、もし違和感を感じてもなかなか病院に行かない人も多いようです。そんな中、山田邦子さんはちゃんと病院に行ったんですね。そのおかげで乳がんが見つかりました。発見した時は乳がんは右胸に2個見つかり、ステージはいずれもステージ1だったようです。これは早期発見できてよかったと思うべきでしょうね。その後、山田邦子さんは手術を行い、左胸にも高確率でがん化する組織が見つかり、片方のチブサからがんが見つかった場合、もう一方のチブサにもがんができる可能性があるため、これも手術で切除したそうです。2007年に乳がんの手術を受けた山田邦子さん、放射線治療を終えて闘病生活は5年くらいでしたので、随分闘病生活が長かったですと語っていました。長い闘病生活は辛かったでしょうね。山田邦子さんは治療以外にも自分なりのやり方で乳がんに立ち向かってきたようで、それまでの食生活を改め、健康的な食生活に改善、また友人たちとの付き合い方も変わっていったとのことです。友人や周囲の人たちに支えられて生きることの幸せも改めて知り、仕事一辺倒の生活が今では嘘のようだと言います。病気を患うと気分が落ち込んでしまうものですが、山田邦子さんは前向きに頑張ったんですね。腫瘍を摘出し、手術も無事に済んだ山田邦子さん、放射線治療を続け、治療も終わり、再発はしていないそうです。山田邦子さんが治療をした病院はセールカ国際病院ブレストセンターで、所在地は東京都中央区明石町にあります。主治医は矢方博士先生とのことです。現在は埼玉医科大学総合医療センターのブレストケア科の教授をなさっています。信頼できる病院と先生に出会えて、がんも克服できて本当に良かったです。いかがだったでしょうか。今回は山田邦子さんの略奪婚や娘の自殺未遂、乳がんなどについて紹介していきました。今後の芸能活動も頑張ってほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。